シリーズであるサンリオキャラクターの中では最も名前が長い2005年にキャラクター開発小学校高学年の女児をメインターゲットとしている本名はマシュマロ子猫の男の子生誕地はフランスパリでアパートに住んでいる日本人ファッションデザイナーの卵の男の子に拾われ一緒に生活している特技はピアノ 将来の夢は歌手。年齢は人間換算で8歳くらい。一人称は僕。人の言葉は喋れないが、誰とでも通じ合える言葉のようなものが使え、歌声はとても綺麗。お腹に不思議なパワーを秘めたお菓子のマシュマロが入ったポケットをつけている。誕生日の設定はない。いちご新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞では、 第22回の8位が歴代最高である2013年サンリオキャラクター大賞37位2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で15位以内ならみんなをマシュマロで幸せいっぱいにしてあげると宣言していたがランクインを逃したありがとうございます